行きます。道へ翼、五条、犬山、ホルさん、ビーモガミ、水木とルビナ、急速変化3枚編成ですね。なんだこの基礎値は。いいね。わお。仙台引いて強いカード引ければようやくスタートライン。いいよ。言葉に出していこう。そうすれば叶うものも叶います。特急カードでいい。全然特急カードでいい。うわ、やばっ！言霊だわ、マジで。言霊乗ってる。言霊配信。で、ここは、ぶっ飛び。うわぁ、なんでお前、全然いいよ、それ。全然いいよ。メンタル。いや、いいね。いやでもこれ生きてー。いやー、まあでもダメ、いけないな。からの、あー、いいじゃん、いいじゃん、特急でいい感じよ。僕が厳選してる間にセンス来やすい、それはすごいな。15青マス。ああ、また、翼ちゃんタックらし行くか。いいね。いいよ。いいね。さあ、いい感じに2連続ゴールを決めて、岡山あたり？いや、いいね。隣、まあ、独占は無理だけど、隣です。いや、独占できたら強かったな。そういう感じ？気持ち悪いな、これ。まあ、いいや。あー、外す。まあ、3はあるんだろうな、あるよね。まあ、この、いや、待てよ。これ、メンタル踏んだら次、独占いけんじゃね？それだ。あ、どうだ。うわ、際ど、60、あ、いけるな。あ、いけるいけるいける。うん、この、ターンは無駄にしないぞ。タラレバレ逃げるのもしない。よし、逃げないぞ俺は。219だからこんな感じかな。まあいいでしょう。これはいい調整。くー、これぶっ飛び通したら絶対いけるぞ。これ勝負どこだな。39。いや、これは行くわ。これは行くっきゃない。いやー、頼む。今めっちゃいい流れなんだって。もう、躊躇なく行くよ。流れに乗れ。
よっしゃ、いいね。いいね。素晴らしいが過ぎる。なんでそこでぐだるの？せっかくいい感じにいってんのにさ。まあ、これはどう？ああ、使うか。もったいねえけど。さあどうなる。まあまあ、オッケーオッケーオッケー、21ますね。全然あり。特急が効いてる。でこれ15、5を引ければゆかりカードに2枚ドロー。いやー、なん引けないかね。流れがいいのか悪いのかわからんな。いやー、ここの2枚ドローは欲しかったな。要所で引けねえな。あ、寝ます。お疲れ様です。頑張ります。あ！なんか、え？あ、ホールスターの怒りの地か。あ、そうだ。ここでホールスターが輝くが、もらえるカードが弱すぎる。大丈夫、大丈夫。今んとこは更新ペース。 OK、 ナイス。やっぱ輪っかないゆかりがね、クソ強いんだよね。あー、伸び取ろうか。もう一玉。ポンコツかもん。札幌。エンマ来てるか、これは。取ってもいいぞ。エンマくんにあげる。うん、それ取ってくれ、マジで。わかった。ナイス、耐え。あ、でもこれ6進めるが、ゆかりカードにはなるよ。あ、あー、どっちでもいいな。3-3を狙うか。あ、どうしよっかな。あ、でも次、札幌が目的地になったときは、6踏んでたときは踏んでた方がいいってなるんだよな。チンするか。はい、強っ。ゴールいけちゃうじゃん、ワンチャン。何その引き。え、5が出たらいけちゃうよ。で、いけちゃう。いけちゃう。トラツバも来ちゃった。悪いね、エンマくん。
さあ、札幌でもいいよ。で、こっち側来るか。これどうしようか。あれ、俺タイピン取ったっけ？逃げ玉でいっか。あ、逃げる、順当か。逃げ玉は明神だわ。さあ、このカードでどうする？何それ。こんな強いコントロールタック初めて見たんだけど。順応ってそもそも取ったのか。あ、取ってない。よしよし。あ、でも貧乏神がワンチャンくれるから。さあ、西へカード。いいね。使おう。いやー、もう、なんでこの、クソギャンブルじゃん、こんなの。こんなのもう、すべてはぶっ飛びカードにかかってる。まあ、プラマイ18圏内。3分の1くらいで、かみるはず。まあ、9大点。9大点ですね。あ、よかった。4あってよかった。で、3、5、15ですね。で、またぶっ飛びか潜在を引こう。京都だからちょっと経験点残しといて。頼むよー。え、マジでー、これ999くんじゃない？ 999 来ちゃうんじゃないですか？ 5 がない。いやー、もうちょっと。そういうことするかな、本当に。まあ、いいカード引ければいいです。まあ、いいでしょう。それは強い。ただ好景気中だからね、ゴールしなきゃいけないんですよ、ここは。マジで好景気30、トラツバ全盛りよ。これ999いくでしょ。まあ、これでまあ、ゴール3回分くらい稼げるしな。綺麗にさばけるかチャレンジ。これむずいんだよな、これ。こうじゃなくて、こうで。あー、まあ、これで、いいんじゃないかな。警戒解除がすごい。あー、なんとも言う、なんとも言う、これの方が、これでいっか。うん。あー、無理だ、もうどうせこれで、クソ溢れるわ。いやー、来たー。久々に来たな。近場。全然近くねえ。なんか来ねえかな。来ねえか。なんで効率来なかった。あ、27か。そりゃ来ねえな。これはエンマ、ゴールしてくれ、マジで。エンマちゃん、頼むよ。新潟あげるから。
困ったら技術ポイント、ナイス、オッケー。でからの、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと行き過ぎちゃったけど、いやだ、後継機早かったのかな、伸びない原因になっちゃうかもな。19特急、あ、西へカードもあんのか、悩ましい。攻めるよ俺は。はい、いいね。からの、悪くない。あ、なんだよ、もう結局捨てんのかよ、もう全部。さすがにそのね、カード何回踏んだとかさ、は覚えてないよね。物件何回、物件何回はワンチャン覚えられるけど。いや、今日マジで5が来ない、もう、ふざけてるって。いやー、どうしよう。たられば引くくらいだったら、カードマス踏んだ方がいいな。もったいないターンが多すぎる。ただここでトラツバとか引いちゃうなら許すけど、ああいいよ、それはいいね。ちょっと待って、やばすぎ、なんでゴールできないのマジで。え、結局俺は徒歩で行くの、そうなっちゃうな。ゴールカード取られてないですよ、もらったんですよ。点数取るか、危なっ。ちょっと下りすぎたな、マジで時間の無駄これは。危ねえ、これマジで要注意っすね。カードは強えんだよな、これ多分岡山の流れあると思うんだよね。そっち流れないな。コリスないっすか、コリスなさ、いや、あるない。しかもそのゴールドカードも捨てなきゃいけないんじゃないの。あ、ナイス、それナイスからの、なんでだよ、特急もらうが、いやー、カード溢れるじゃん。まあ、特性量は捨てるか。点数めっちゃ出てんね。あ、でもそうか、好景気だったからか。あ、まあ、ちょうどいいな。結局、ギャンブルです。結局ギャンブル。あ、岡山一回取って、ギャレンドラがワンチャン来るかもしれないから、それやろう。不景気だしね、ゆっくりでいいしね。振り回されるな、マジで。千載一遇ギャレンドラ。ない。
ナイス。飛びましょう。まあ、特急カードもあるんで、気楽に行こう。気楽に。さっきのね、カード画面に入ったらすぐボタン押す理論に行きます。はい。終わってる。逆。しかも博多、あ、いけるわ。これギリギリ取れるな。今不景気だからいいけど。ギャネンドラさん、助けてー。救いよ、来ない。最悪もう、場所外カード使って、エンマと交換っすね。縛りもらったっけ覚えてる。技術精神だから縛りでいっか。で、俺はその時何をするかと言いますと、6で広島行きたいっすね。行けないのか。もうこれはもうカード使わずです。使わずだな。まあ、2にしとこっか。そうすれば次広島泊まれるかもしれないし。やばい。やばすぎる。止まれるけど、クソ邪魔なカード来たんだけど。筋力使わない方がいいな。弱え。来ないか、ギャレンドラ。まあ、入れ替わって、1、2、3。場所悪いな。赤マスカード消してもらうか。3か6。あ、OK。いや、今日全然、5引けてねえんだよな、急所で。こっちにして6にかけるか。いや、怖えなぁ、やらかしそう。これ1回目だよね。よし、やっぱ5個ねえよな。読んでんだよそれくらいよ。え、3、札幌横浜さん30あるよね。これでいっか。わっかないカモン。何マスだ ?34。西へ行きましょうか。これ最後は、かなり残ってんの、あ、取ったんだ。昔の記憶すぎて、覚えてなかったわ。行きますか。
まあ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 。まあ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 だな。特急圏内に行くってのもあるけど、これは、青マス取りながらゆっくり行きましょう。まだ足りてないしな。ナイス回復。タック欲しかったな、そこ。うん、で、ここで4踏んどけば、4月1週に6進めるカードが入るんで、その作戦でいきますか。あとは西方面だよな。さっきの西 A カード取っときたかったんだけどね。やめて。危ねえ。いや、危な。マジでもらっといてよかったな。まあ、スタミナが一番。ああ、これちょうどいいな。OK、あと大阪、岡山、博多、鹿児島あたり来ちゃった。どうすんのこれ。どうしましょう。いや、これこそギャネンドラ来てよ。もう俺無理よ。カツカツよ。355、サブ68。あ、いいとこにゆかりカードがある。ここにかけよう。ここにかける。特急カードD。そう。まあまあまあ、まあ、あれ不景気来たんだよな。特急カードD っつったけど、ちょ控えめすぎだな。新幹線願えばよかった。あー、いや、体力もやべえんだよ。うん、ゴミなんで止まっちゃあ。青マスでよかったよな。あ、それは好都合だな。あ、あ、いいんだ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 。びっくりした。いいんだよ、それでいいんだ。次6が出れば、あー、体力微妙か、この。まあ関係ねえや、攻めるのみ。いやー、微妙。頼む、繊細中。おお、マジで面白くなってきたな。セクサ全然だ。まあ不景気だったからか。まあ PD くらいは全然あるんじゃないかな。いやー、もうやめてよ。あー、でもそうか、青マス。え、強ー。あー、なんでそう。うわー、きつい。なんで体力ねえんだよ。
通したとて次メンタル3なきゃダメ。まあ冷静にこ、いやー見なかったことにしよう。見なかったことにしよう。あれ俺さっき精密機械取んなかったっけ。あれなんか取れてない。まあいいや。くそがよ。まあ青マスを終わらすって意味ではいいわ。あと博多、岡山、大阪、一周ギリギリできるかな。あ、そうね、さすがに来るよね。オッケーオッケー。はあ、軽いの取っちゃおっか。奪三振とか欲しいしな。いやだからさ、もうそんなことしてる余裕ないんだってマジで。本当にない。1進めるが一応ある。もう青マスいらないんだけど。どっちがいいかなこれ。あーあー見間違えてた。コントロールかお前。しかも1引くんかい。なんでそこで謎の運を発揮する。鹿児島クソ遠かったよね確か。遠い方からお願い。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、エンマいるー。そこ、エンマいるところー。これはもう一具使うしかないねー。惜しいな、新幹線。あ、結構いい。2、3。2、3、4、5、6。これはマジ潜在地区頼む。2,3,4,5,6 でしょ。1,7,8が出なきゃ OK。 OK。 ナイスナイスナイス。でも筋力どうしよう。一周は絶対する。あと岡山と博多。いや精神も使えねえなこれ。集客しかねえか。コントロールがちょっと不安だけど。あと1ヶ月っしょ、まあ、ちょうど回れるかって感じだな。ここは岡山来てマジで。ナイス。ただエンマもいるから、もうこれギャンブル。いつはギャンブル。ナイス。一発いけよ。なんでいかねえんだよ、もう。ちょっとさぁ、おかしいって。バグってるね。こんな取っちゃ大丈夫かな、便所。芯は使わなかった気がするから。ナイス、耐え。ギリギリだな、ほんと。これしかないわな。緩急取ってないの？ああ変化さばけるし、
これにしますか。コントロール。あ、いいじゃん、いいじゃん。これでなんとか持ちそう。スタミナかな。あ、ここも強いけどな。うん。博多が11マス。新幹線がもう意味をあんまなしてないんだよね。前振り取れる？危な。あー、ここでいいなー、全然。獅子16かシニが8はどうでしょうか。赤ダメ、16、赤、じゃあもうここだな。もうここで、次、5出なかったらもう、もうはいって感じ。お疲れ様でしたですね。奪三振も来てない。脱三欲しいな。脱三性のメリット。ポンコツも粘りたいけどね。今日散々来なかった5。よし。最後は引けたか。あ、てか博多も独占してたんだ。もうさ、いろいろありすぎて、うん、なんか、あ、そうだ、なんかぶっ飛びカードでこの辺飛ばされた時に俺してたんだよね、確か。あー、どうしよ、どうしようもないな。コントロール上げられるかな。これコントロール上げとこっかな、もう。あー、悩ましいな。まあこうだよな。コントロールがちょっと苦しそう、苦しくなるなこれ。あ、 PD は乗ってほしいかな。よりによってこれ下ってるターンさなかったら鹿児島まで行きさっしょっていうね。たられば行っても仕方ないんでね。いやー、このスタミナとこのコントロールめっちゃ迷う。冷静にスタミナだよな。投資玉持ちエピローグレーホールスターくれるのマジファインプレーだな。どんくらい入る？あー、そんな入んないな。どえ、いやー、いない。コントロールどこまで引っ張るか。いやー、これ上げなきゃダメだな。ちょっと間に合わなくなっちゃう。いや、しっかり技術精神に回していきながら。あー、いいね、いいけど、もうちょっと強いのが良かったけど。まあこれは試合経験点はもったいないので、こうするしかないか。
減点ボーナスは結構高いのでまだまだあると思います。ピンボーガミのエピローグもあるしね。ナイス回復。うわー、そこで何もないのはいただけないっすね。スカート評価上げとくか。どえ、よしよしよし、最後にくれ、最後にくれそのコンコツよこせ。ギリギリまで引っ張ったけど、ちょっとでも削減しろ。ナイス。この最後のこれ、これが確か根骨ないと120超えるんじゃなかったっけな。えげつないんすよ。よし、あとはあ、ドクター K もあんのか。やべえの残ってた。翼ちゃんがコツ持ってるんでね、それ待ちだな。苦しいな。このあと翼のコツ来たら攻めちゃおっかな。オッケーオッケー、いい回し。これ翼で会ってくれ、頼む。はい、お前かい。一番いらないポイントよこしてくるじゃん。筋力変化という。まあしゃあないわな。最後翼コントロールタックで終わる。もうこれ開花しちゃおっかな。どうせエピローグ意気揚々だけだから、それが来なければいいんだよな。ちょっとこのバランスわかんないんだよね。やっちゃうか。意気揚々は来ないでしょう。大丈夫大丈夫大丈夫、そんなん来るわけない、来るわけない、来るわけない。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。狙うはアームブレーカー。形勢逆転、ハイスピンジャイロ。普通にいいやつ、普通にいいやつ。ちょっと技術精神はあれだけど、まあいいでしょう。これで収益分と試合経験点大丈夫そうですね。最後何点入るか。49か。コントロールタック翼ちゃん。あ、でもスタミナもありがたいな。こんだけいて、こんだけいて変化ポイントの貧乏神かよ。たくさん進骨だぜ。なんかすいません。いやいや、全然。あなたのせいではございません。はい、直撮りしましょう。激重。まあ、あとは、様子見ながらだな。まあ、そんなにバランス悪くはない。まあ、PD は余裕でいきますね。よいしょ。はい、という感じでね。だいぶちょっとね、下りがあった中ですが、まあね。4000点も見せられたし、そこそこいいタックもいけたと思うんで、よしとしましょう。点数的には4万2000いくかぐらい。あ、そうね、振っていきましょう。はい、結果はこんな感じですね。171キロコントロール、131スタミナ、101変化、77ムービングファーストで、特能があれかな、緊急当番が取れてないって感じですかね。あと根性とかも多分取ってなくて、金徳は全部取れて、海岸が変幻自在とジャストフィットってとこですね。はい、拡張が73っていう感じです。はい、はい、PD1 の6メモリですね。いやー、更新まだちょっとあったんですけどね。まあまあまあ。ちょっといろいろありすぎて疲れちゃいました。まあ後で編集してこれも動画化したいと思います。こんな感じなんで、
やっぱり2以上作んなきゃダメなんですよね。なんで今回最後は残念ながら更新まではいきませんでしたということでね。これからもね、まあ、今後の強キャラが来るまでは、猛鉄でね、いろんなサクセスデッキ紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録まだしたいという方はね、ぜひよろしくお願いいたします。平日のね、夜遅くまでありがとうございました。ではおやすみなさい。失礼します。See you.